カモンマテリアル。マテリアルの坂上です。マテリアルのアリです。カムイのヒューラです。よろしくお願いします。この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、今日は11月11日でございます。はい、はいはい、もうね、いろいろあるんでさっさと行きましょうか。今日はどんな日なんでしょうか。はい、こんな日です。はい、まず一つ目、はい、西陣の日です、うんうんうん、はい、文明9年11月11日に、うんうん、京都が、戦場となった応仁の乱が収まった日となってます。はい、戦火を逃れて全国各地に散らばっていた降りて、うん、あのこの降りて、お利口さんね、うん、おる人ね、降りてたちが京都に戻り、うん、西陣の本軍のあった、あたりに住み着いたことから西陣織と呼ばれるようになりましたという人になってます。西軍のじゃない西陣ですよ。西軍の本陣があったで西陣じゃないよ。西軍の本陣があった、はい、辺りに住み着いたことから西陣織と呼ばれるようになりました。はい、そうなんですよね。はい、はい、ね、西軍ですね。はい、西陣、この人最初に、西軍の日言ってたんです。西陣ですよね。はいはいはい、西陣織で西陣西陣と思いすぎたから西軍を西陣と呼んじゃったっていう、はい、面白かったです次行こうか。はい、次、はい、靴下の日。靴下を2足並べた時の形が1111に見えることから、1年で一度同じ数字のペアが重なる日であることから、恋人同士で靴下を送り合おうという呼びかけをされているそうです。そんな日あった？どこでそんな話になってんのそれでもペアはペアになるっていうのは、ね、いや、まあ確かにね、うん、確かにそうやね。年に一度しかないから、こういうことやからね、うん、こういうことやからね、うん、靴下業界さんが、うん、靴下業界はそうなんや、うん、靴下を送り合ってほしいなって、うん、なんかほら最近あの靴下屋さんってあるやん、うん、あの、なんか靴下専門店、靴下専門店ってあるよね、うん、そういうとこ行ったら分かんのかな、なんか書いてるのかな、書いてるのかな。11月11日は恋人に送り合う日ですみたいな。送ってくださいねって。ね、うん、面白い日。うん、送る人は。うん。うん？あの日におんの。はいはい。はい。はい、ね、今日ね、記念日が11月11日で61個あったんいやもうね、あの笑うのがほとんどこの1111とかの形。いやだってポッキーの日とかもそうやもんね。そうそう、ポッキー&プリッツの日も、あとあの先週言ったあのかき揚げの日の下の麺の日っていうのがね、うん、もうこのあのこれが麺みたいやからっていうね、うん、煙突の日とかね、煙突の日ね、煙突が4本並んでるっていう、うん、でしかもそれしか書いてないってすごいよね。うん、それしか書いてない4つ並んでいることから、はい、何？そして何？って煙突業界があんのかみたいな話だけど、うん、はい、まあなんかね、11月11日、たくさん記念日がありますんで、はい、いろんな記念日をお祝いしてください。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。ということでですね、今日はですね、このプレゼンありかなしか今日のやつはですね、過去を追うものという、これね、ドキュメンタリー映画ではないんですよね。でも劇映画なんですけど、うん、まあ、特殊な作り方をしている作品です。はい、その監督の船橋敦史監督にインタビューをさせていただきました。前にね、あのある職場っていう、うん、あのいわゆるそのセクハラ事件を、まあ、題材にした作品を撮られた監督なんですけど、その時と同じ手法なんですよ。うん、あの一応その設定、この人はどういう人とか、そういう細かい設定はその役者さん一人一人にちゃんとあの頭に入れといていただいて、でざっくりここでこういうことがあって次こうなってみたいなことはある程度決まってる。だから、あ、次あそこへ行くからこういうこと考えなあかんなみたいなことも役者さん分かって喋るんだけど、うん、その時に喋る内容は全部役者さんがその時思ったことを言ってるんですよ。うん、だから半分ドキュメンタリーみたいな、うん、ですよね。うん、でだから誰がのどの順番で喋り出すっていうのも実は分かんないので、うん、あのカメラ据え置きとか無理なの。
そうですよね。この人だけアップっていうのは無理ですもんね。そうそうそう。だからほとんどこうなんとカメラを監督が自ら持ってずーっとこうやって追っかけてるっていう非常に面白い手法で作られてる作品なんですが、まあ、今回もその過去大物、どういう作品なのか、まあ、これは詳しいことは、予告編とそれからインタビューの中で喋、ってますのでこちらでご覧いただきたいと思います。はい、それでは、このプレゼンありかなしかスタート。ここに来た人には新しい職場を見つけて社会に復帰してもらって。罪名は何ですか？元受刑者の方をご紹介することになるんだけど、はい、殺人はダメだよとか薬物はダメとか。強盗致傷罪です。女子小学生に性的ないたずらをしました。社会貢献をさせていただいているつもりでございます。犯罪予備軍を囲ってるようなもんでしょそれ。僕の罪名はひき逃げで。いきなり飛び出したんですか？それは受けられないでしょそれ。俺の前に1台いたらそいつがやってましたよ。ちゃんと話してほしくて何度も面会行きましたよね。彼は再犯しないでしょうか？信じられないんですよね。どうしてもドラマセラピーというものを取り入れて舞台を作りたいと思っています。過去の罪の体験を私がフィクション化した台本です。いい人間になりたいって思って。加害者は更生しようとしてそれを支援してくれって私は許せません。あだけどこの人たちだってまだ何十年も人生あるんです。はい、それでは映画過去を追うものの監督でいらっしゃいます、船橋篤監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはですね、この作品がどういう作品なのか簡単に、監督の方からご説明いただければと思います。はい、受刑者の更生支援や就労を手助けしている団体を中心として牢屋に入っててこの世の中に戻ってきて、出所者ですね、その彼らが更生していく姿を描いて、つつ、その同時に支援している人々の葛藤みたいなのも描いているというような映画ですね。はい、まあこのテーマって、まあ、なかなか日の目を見ない部分というかあんまり光を当てられてない部分だと思うんですけど、このテーマにその行き着いたというかこのテーマ取り上げようと思ったきっかけというのはどういう感じだったんでしょう？自己責任社会の息苦しさっていうのをずっと長らく描きたいとずっと思ってたんですけれども、で今の世の中の、ネットの誹謗中傷っていうのが加速的に、ひどくなってきていて、キャンセルカルチャーって言われてますけれども、一旦何かをやらかしたらアウトみたいな形で、なかなか社会的な復帰が認められないんで、社会的な制裁を受けた後にずっとこうもうなかなかもう日陰で生きるしかないよぐらい追い詰められてしまうっていうようなところが、過度だなっていうのをずっと思い続けてまして、でそれと厳罰化って言われるんですけれども、受刑者が刑に服す時の罰っていうのがどんどん年々厳罰化しているところの傾向があって、でかついろいろリサーチしてみると出てきたら時に職がない、居場所がない、住居がないってことで、さらに再犯に追い詰められてしまう。再犯者率っていうのが、日本は 50% あるんですね。で世界的に見てめちゃくちゃ高いんですけれども、犯罪を犯して悪いことをして、刑に服したと。で、刑務所に入った。そこで、人生はリセットにならずに、どちらかと言ったら、出てきた後も苦しみ続けなければいけない。社会的な制裁を受けているかのようですね。もう、住むところも、なかなかもら、見つけることができない。それは善かっていうのが背負い続けなきゃいけないか。で、仕事もなかなかつけないという問題があって。で、それが実は社会としても再犯者率が上がるってことで、社会にとっても良くないんじゃないの。そういう人たちを包摂して寛容に受け入れてあげるべきなんではないかっていうことを問いかける映画を作りたいっていうのが、だんだん、そういう思いが強くなってきて。だからさっきに言ったそのキャンセルカルチャーのような過酷な厳しい世の中と受刑者を受け入れない社会っていうのと
でもっと言えば 80% 以上の人が死刑を賛成しているっていう、ね、悪いことした人はもうアウトっていうね、もう死刑になっても仕方ないっていう思ってしまうっていう、その考え方っていうこと自体がどうなんだろうかと、もう一回考えてみるべきなんじゃないかと。ざっくり言うと、その寛容さについて、社会の寛容さについて、もう一回考え直してみるっていうきっかけになる映画を作るべきなんじゃないかと思って、この映画に向き合いました。ヒトシネマっていう、はい、コラムが毎日新聞であるんですけど、それが、はいはい、でこれを取り上げていただいて、はい、それがヤフーニュースに載ったんですけれども、うんうんうん、ヒトシネマ過去を追うもので検索していただいたら今でも出てくると思うんですけど、はい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 、それがちょっとプチ炎上になりまして、おうおうおう、で元受刑者の構成を描く映画、うん、過去映画、うん、過去を追うものっていうのが、うん、こういろいろ公開されてるっていう情報だったんですけども、うんうん、そんな人たちを支援してどうなのかと、いかがなものかということで、もう あの時にその出てたセリフ満々じゃないですか。そうです、そうです、もう100件以上書き込みがあって、はいはいはい、いや被害者のこと考えろよと、うん、被害者の気持ちを考えた時にこういう、うん、こういうやつらが世の中に出てきていいと思うのかと、うんうん、ね、そういう、こう 片手落ちな支援っていうのはちゃんちゃらおかしいというようなこととか、もう本当散々書き込みがあって、はいはいはい、でその書き込みを読むと、だから今それリアルな現代社会なんですけど、ですよね、もう本当に映画の中のセリフとほとんど一緒みたいなことがあったりとか、うんうんうん、それはゾッとしますね、それを見てると。いやだから個性を描いてる映画っていうのはたくさんあると思うんですけど、今回描きたかったのは、うん、見ている我々の方を描きたかったんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。この映画は、だから、受け止める側の映画なんですよね。そうですね。受け止める社会を描きたいと思ってたので、うん、なので、この映画見ていると、こういう人たちやってんのねってこう、ふんぞり返って見てるつもりが途中で、うん、自分のことって思う瞬間が絶対あるんですけれども、うんうん、この自分のことって思う瞬間を、ぜひ、注目していただきたい。と思ってまして、じゃあ、はい、あなたはどうするのって問いかけがぐさってきますので、で自分は関係ないと思って見てると、それがいきなりきます。そうですね。その映画の中、うん、なので、本当に、これは自分が関係ないと思ってるところを、その意識についてのを描いてる映画でもあると思うんですけども、なるほどなるほど。自分は関係ないと思うこと自体が、実は社会にとっての自殺行為なんじゃないかっていう。そう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 。うん、社会っていう一つの人格と考えれば関係ないはずがないんですよ。そうなんですよ。うん、それをちょっと描いてみたいなと。うん、です皆さんは自分は関係ないと思っていることと、それがずっとつ突き詰めていくと再犯者率が上がってますよと。そのことについてどう思います？結局、うん、それって自分に返ってくるって話なんですよね。犯罪率を下げるとか、どうのっていう、はい、その防犯のどうのとかっていう話にしても、結局再犯率上げてたら意味ないっていう話なんですよね。そうですね、うん、そうなんです。で北欧とかはより寛容な、うん、施策を取っていて、うん、そういうところではリハビリテーションって言って、うん、一旦受刑した人の復帰就労支援、人間自体がちゃんともう一回人生をやり直す、そういう機会を準備しているところっていうのは、自分の居場所があり、住むところがあって、仕事があって、毎日ちゃんと頑張れば、自分の生活が立て直すような、そういうような社会にしていこうっていうふうになってるところは、再犯者率が下がってるんですね。なるほどなるほど。北欧とかは 20% か 30% ぐらいになってるんですよ。まあ、全然違いますね、本当にね。そう、なので悪い人はいますよ、うん、それでも立ち直れない人もいますし、うん、凶悪犯って言われる人もいるんですけど、うん、そこと日本はどこ一緒くたにしてるんですよ。全員悪いみたいな、うんうん、全員真っ黒みたいな感じにしてるんですけど、うんうん、そうではなくて、やっぱグラデーションで見ていかなきゃいけないっていう、うん、やり直そうとしてる人は中にはいるし、それっちの方が多いんですよ、うんうん、でそういう人たちにチャンスを与えていくっていうような、こうより寛容な社会にすることが、実は社会にとって、より住みやすい社会になるんじゃないか。自分はかも聖人君子のように、うん、絶対そんなことはないから、あんたたちはもうアウトでダメっていうふうに言うことの方が、社会全体を息苦しくしてませんかっていうことなんですよね。
全くその通りだと思いますね。もう本当にその言葉にはもう100、120%どころか、もう 200% ぐらい僕大賛成ですね。はい。うん、まあそのまあ、僕らそのものを作る人間なので、そのものを作って世に問うっていう人たちなので、割と賞賛も浴びるけど批判も浴びるじゃないですか。で、そういう矢面に立ちやすい立場に僕らがいるからこそ、余計に感じる部分っていうのはすごくあるとは思うんですよね。だからこそ僕らがそういう声を上げていかなきゃいけないなっていうのは、改めてまあこの作品を通しては感じたかなとは思っております。はい、ですね、もうそろそろというか、もうだいぶ時間も過ぎてますので最後にですね、監督から一言、見てらっしゃる方にメッセージをお願いしたいと思います。ちょっと犯罪を犯してしまって、道を誤ってしまったっていう方がこの世の中にいるっていうのは、うすうすは知っているけれども、それについて、あんまり考えたことがないなというような方にぜひ見ていただきたいと思っております。皆さん車も運転されることが多いと思うんですけれども、ちょっと踏み外して交通事故で人を殺してしまうってことが殺人罪に問われたりとかします。人生が少し踏み誤ってしまって、自分が犯罪ってことを犯してしまうってチャンスはないってことはないんですね。で、僕もありますし、皆さんもあると思うんですけれども、そうなった人たちについて一回考えてもらうという大切な時間として、今回の映画ぜひ見ていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。関西は11月11、12で2日間行くんですけども、はい、京都、大阪、神戸で、はい、土曜日、日曜日両方1回、1回ずつ、舞台挨拶行くんですけど、はい、とっても面白い方々を、ゲストに行ったり、我々キャストで行ったりとかするんですけれども、はい、今日特に神戸ではですね、元明石市長の泉房穂さんとかが来てくださったんですよ。はい、この話をしたら、彼もやっぱり弱者の味方で、加害者支援、被害者支援っていうのをずっとやってきた方なんで、なるほど、話しても、行くで二つ返事で言ってくださって、うん、なかなか楽しい会になりそうですね。うん、とか、あと、食心プロジェクト、はい、中井会長っていう方が大阪に来てくださったりとか、はい、本当に日の当たらない、一回道を外れてしまった人たちの世界っていうのをちゃんとやっていこうっていう関西の人々を、はい、地元で頑張っていらっしゃる方を来ていただいて、トークイベントを企画しておりますので、はい、ぜひオフィシャルサイトに書いておりますので、見ていただけたらと思います。はい、映画過去を追うものの、船橋敦史監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。実際は25分ぐらい喋ってんのよ。そうそう、それをだいぶつまんだので、うん、なんかまるで監督が一人で喋ってるみたいになってるんですけど、そうそう、うん、僕も喋ってます。で、一応これは後でまた別でフルバージョンをちゃんと出したいなと、本当はね、もっと違うこと言ってます、違うことも言ってます。で、まあ実際さっき言ってた、そのある職場と同じ手法でやったことでどうやこうやみたいな話もしてたり、そこも聞きたい。で、クライマックスのシーンでこんなことがあった、あんなことがあったっていう話もされてるんです、うん、されてるんですけど、すいません、10分でっていうふうになるとカットせざるを得ない。それよりも、もうちょっと比重の高い内容をちょっとカットして、俺の話をできるだけカットして、監督の話として聞いていただこうという形の編集になってますんで、こんな感じになってますけども、とりあえず、まあ、この今のこのね、インタビューの時点でさあどんな感じなのか、まずは判定をお願いいたします。はい、はい、いきます。このプレゼン、ありかなしか判定。指怪我してるからね。指怪我してるからね。はい、早終わらさなきゃな。回してみてわかった。回してみてわかった。これから番組中ずっと回しとったら意識保てるんちゃう。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということですよね。まあすごい難しい問題なんですよね。うん、うん、先ほど坂上さんもちょっと言ってたけど、やっぱどういう犯罪をやったのかとか、うん、その人がどういう人なのかって、だから監督も言ってるようにグラデーションなんだと、うんうん、やっぱその凶悪犯罪をやるっていう人と、それからまあそのたまたま
そういう場面に当たってしまったっていう人とではやっぱり全然違うし、ただほらあの芸能人でもいるじゃないですか、その当たってもうて事故したのにそのまま逃げてまう、逃げちゃう、 そこでちゃんとあすいませんっていうのをちゃんとやってれば、うん、何もなかったのにそこから一回逃げてからすいませんでしたって後で、うん、っていうことでしばらく 出られへんようになるとかね、うん、最近も芸人さんでありましたけど、だそういうことってやっぱ人間ってあるので、その人に対してじゃあどういうその対応を社会はしていくんですかっていうことやとは思うんですよね。今回のインタビューの編集の中には入ってないけど、あのかなり濃い内容で喋ってますので、根底にあるキャンセルカルチャーとかっていう言い方もされてたけど、何かあったらすぐにあかんって言ってもう自分らとは関係ない人みたいにあの外へ出してしまうんじゃなくて、ちゃんとその中に入れた上で今度から同じことをしないようにっていうふうにしていかないと社会として前進んでいけないよねっていうのは確かにそうやんなと思うんですよね。だって犯罪者が増えればその人がまた犯罪するかもしれない確率が2分の1あるんでしょ、そんな怖いことないやん、うん、じゃなくて北欧みたいにあの5人中1人なんかぐらいの話なんやったら全然また違いますよね、うん、だからまあそのできるだけたくさんの人が社会同じ社会で過ごしていけるよね、やっていきたいなっていうお話かなという気はしますけども、はい、ということで、過去大物なんですけど11日、から、はい、今日ですね、今日から、上映になります、はい、で、11日12日に、まああのね、インタビューの中でも監督が自分で言ってましたけども、うん、大阪神戸京都で、3会場で、うん、3会場って大概よ、うん、1日3会場2回やるってことだから、うん、全部移動するの、うん、もう大変、ドーって移動して移動してっていうのを2日間やるっていう話なんで、うん、まあ泉房穂元明石市長も来られるみたいなんで、はい、なかなか面白い貴重です、ね、はい、はい、トークショーになるんじゃないかなと思いますんで、まあそれも含めて、見に行っていただければと思います。はい、ということで今日は、映画過去を追うものの、船橋敦史監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、ということで次あゆみ、はい、お店の情報です。本日ですね、上映がございます。おとぎぬまという、作品になっておりまして、はい、おとぎぬまはですね5つの、作品をモチーフにした作品となってまして、桃太郎、はい、一寸法師、うん、浦島太郎、かぐや姫、うん、雪女、うん、という5つの話が一寸法師どうすんねんこのちっちゃい男の人じゃないんですか。違う違うそれをね現代にも現代に、うんうん、だからお椀であの皮をこういくやつそれはもう楽しみにしててください。なるほど、はい、うん、本当にでもね、42分なんで、うん、5分7、8分の作品とかなんで、それもすぐポンポンポンと、ね、はい、1つ入れますので、楽しみで、脚本家が10人参加しているので。10人もいるの、はい、共同脚本であったりとかで、なるほど、まあ、今その中にコメディ要素があったり、ホラー要素があったり、アクションがあったりとかね、いろんな要素が詰まった映画となっておりますので、うん、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、はい、料金の方が、うん、1500円ドリンク付きとなっております。ドリンクがついております、はい、お時間の方が14時、15時30分、17時、18時30分、20時の5回の上映となります、うん、全部に監督さんの舞台挨拶があります、うん、そして役者の方も、最後だけ来れないんですけど4つ来ますので、ぜひアフタートークも一緒に。これ、5つとも監督は一緒。あ、はい、うん、あ、監督は一緒です、はい、はい、うん、難波のぞむ監督、難波のぞむ監督、はい、はい、がいらっしゃいますので、はい、はい、ぜひぜひ皆様で、うん、舞台の、ね、裏側の話とかもね、はい、たくさん聞けますので、はい、ぜひお越しくださいませ、はい、はい、そしてですね、はい、11月15、16でマテリアル演劇シアターがございます、はい、はい、今回はおぱんぽん創造者のさようならが舞台バージョン、舞台バージョンね、はい、映画バージョンじゃなくて、はい、映画バージョンはこの前にね上映させていただきました、はいはいはい、さようなら、うん、はい、上映、舞台バージョン上映します、はい、
これもね11月25、26にドラゴン映画祭で、うん、舞台バージョンじゃないわ、映画バージョンのさようならが上映されるっていうことのきっかけで、はい、その前にちょっとね舞台バージョンも楽しんでもらおうかなということで上映させていただきます。素晴らしい、はい、19時30分から開始となっております。料金が1000円プラスワンオーダーとなっておりますので、ぜひ皆様11月15、16の、水木です、はい、ぜひお越しくださいませ。はい、はい、そして、11月の18、19と土日ランチをします、うん、はい、土日だけの特別ランチコースをご用意しておりますので、はいはい、6名様限定となっております。料金が2000円プラス税金ですね、うん、となっておりますので、ぜひ特別な、ランチをお楽しみください、は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 い、限定となります、はい、はい、そして、11月の28、29、30で、うん、着ぐるみグレード、うん、末島慎吾監督ですね、はい、末島慎吾監督です、着ぐるみグレードの上映となっております、はい、時間の方は19時からとなっております。28、29、30とも2日間とも同じ時間となっております。はい、料金が1500円、うん、おりますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、はい、そして12月に入りまして、うん、さなぎの猫、うん、が上映が決まりました、はい、ぜひお越しいただきたいんですが、はい、野村隆二監督、はい、さようならのね、はい、監督です。はい、はい、バンボン創造者の監督、こちらの上映もあります。はい、平日が19時30分から、土日が13時、16時、19時となっております。12月1日から12月11日ま で5日、中の5日の日には、定休日となっておりますので上映はございません。はい、ちょっとね、長いロングでさせていただく作品となってますので、ぜひ皆様 ね、はいはい、1度やなしに2度、3度と、はい、ご覧いただきたいなと思います。はい、映像が、ね、綺麗そうです。綺麗ですよ、はい、本当に島で撮ってて、うん、猫もいっぱい出てる、ね、猫がすごいいっぱいいる島ですよね、うん、そうです。撮影担当 の竹信さんのふるさと、うんうん、はい、ぜひぜひご覧ください。はい、はい、そして12月の13から17日でファーストミッション、はいはいはい、はい、前回もね、はい、アクション映画となっております。はい、こちら料金が1500円プラスワンオーダー制となっております。お時間の方はね、サイトの方も確認してください。はい、お願いいたします。はい、お願いいたします。はい、そして12月の20日から25日で西北ショパンの上映となります。はい、料金が1500円プラスワンオーダー制となっております。こちらね、アフタートークにございますので、うん、ぜひぜひ、誰が来るのかなっていうのはサイト見てもらって載せておりますので、ね、はい、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。今日多かったね。おい、はい、でもう一個言いたい、うん、1月の20日にラクダのライブがございます。はい、1月20日にやるの。1月20日決めておりますので、はい、ぜひ今回、ね、次の回はちょっと趣向を凝らしたライブとなっております。はい、はい、コスプレでライブをしてもらいます。うん、そしてお客さんもコスプレできます。はい、のでぜひお問い合わせください。はい、お願いいたします。はい、はい、このところでいいかな。はい、はい、以上です。はい、はい、じゃあいきますよ。今日のゲッチャー。はい、そので今日は、はい、今日は、はい、マテリアル演劇シアターのさようなら、ほうほう、はいはい、ね、ぶっちょいしたいと思います。はいはいはい、はい、これね、淡路島を ね舞台に、ね、はい、話が繰り広げられる、うん、ほんまにね、でもね、舞台映像で見ても、うん、映画ね、うん、との流れも全部一緒あったんですよ。あ、一緒なの。はい、映画をさっき見たから、うん、で、まあ舞台も一緒だった。忠実ですね。忠実。あ、本当に、うん、あのまんまやった。それを舞台で演じた。忠実。だって車のシーンとかあるやん。うん、もうそれはもう舞台的に。ああ、そう、はい。素敵ですよ。本当に面白い。うん、で、私たち見たやつも、うん、前の分なので、うん、2019年の公演作品を今回上映させていただくんで、うん、DVD 化もされてないものなんですよ。へー、まあ、監督的に、はい、野村さん的に、はい、そっちの方が面白いと、
なるほど。より面白くなってる。そっちをやってほしい、はい、なるほどね、はいはいはい、なのでそれがね、まあまあ、あるよね、そういうのね、うん、本人的な再演されてるので、何年もね、うん、なので、そうそう、何年もやってはるから、うん、もうね、何でも 何回もやってるとね、だん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 ね、うん、はい、いろんなことがありますよね。面白い作品です。はい、で、うん、いっぱい賞も取ってはるんですよね。これでこの作品で、うん、映画だけじゃなくて舞台の賞とかもあったりとかするので、それもあったり、映画は映画でたくさんの賞も取られているので。ぜひぜひね、この機会に大きいスクリーンで見てほしいなと。なるほど、なるほど。初演でだけ人が一回だけ変わってるだけかな、ほぼ一緒、変わらず、うん、なるほど、全なるほど、同じキャストでやって、いや、それ面白いよね。映画と舞台のキャストが一緒ってすごいね、うん、ね、うん、両方見るべきです、ね、ここで見てもらって、はい、ドラゴン映画祭でも見れます。なるほど、はい、うん、そうですね、うん、両方見て見比べてもらって、うん、ほんまや一緒やって思ってもらって、だってさ、こっちでさ、1000円で見れるわけでしょ。そうです、まあ、プラスワンオーダーで、うん、まあ、消費税入ってとかってあるにしても、うん、でそれで見れて、うん、で、ドラゴン映画祭やったらさ、他の作品も一緒に見れるわけね。そうです、はい、たくさん見てほしい、本当に、うん、うん、いや、まあまあまあ、まずね、舞台版を見てからね、うん、映画版を見るっていう、はい、そうですね、本来の流れはそうですからね、そうそうそう、うん、まあ、原作読んでからアニメ見るみたいな感じね、ご覧いただきたいです、はい、します、はい、まあ、内容としてはね、まあ、今日初めて見た人に関して言うと、はい、とある淡路島にある工場なんですよね、はい、でその工場で働いてる人たちの話なんですけど、はい、こんなとこから出ていきたいってみんな思ってるみたいなところがあったりとかして、で、さあ最終的に淡路島にさようならできるのかなみたいなところがポイントになってるんですけどもね、はい、いろんなちょっとした犯罪みたいなこともあります、起こったりして、はい、まあ、それがどうなっていくのかっていう、一番最後でも一番びっくりするよね、はい、オチがいい、オチがいい、そこ来た、オチがいいということで、今日のグッチョーイでした。はい、ということで、なんかすごい駆け足やね、今日もね、ね、なんか盛りだくさんでしたけど、はい、ということで、まあまあ、11月11日ですよ、1、4つ並んでる日ですね、はい、で、なんともうおじき、ドラゴン映画祭ですね、はい、はい、皆さん、本当ね、みんな駆け込みが好きすぎて、今チケット駆け込みの人増えてきてますから、はい、早くした方がいいですよ、うん、早くしとかないと、なんせね、ビルそんなでっかくないですから、ビル一棟借りたいうてもそんなでかないんで、多分ね、入場制限かかる可能性あるので、はい、そうですね、はい、ここまで打ったらもうこれ以上無理ですみたいな感じになる可能性ありますから、早くチケット押さえとかないと、今日来たのに入れないのみたいなことってあるかもしれないので、チケット早めにぜひサイトでゲットしておいていただきたいと思います。で、どうせゲットすんねやったら 2day チケットまだあるみたいなので、安くなりますから、はい、一番お得なので、ぜひこちらで買っていただきたいなと思います。はい、ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います、どうもありがとうございました。はい、また来週。